はい、どうもこんにちは。カスタムロボ V2 実況プレイ続きやっていきます。前回はですね、ガガンボンコちゃんになりまして、カトレアの園遊会行きました。なんとね、金のトロフィー取っちゃったってことで、今から行くところはフーちゃんがね、なんかフーちゃんの時計塔なんかあるらしくて、あれね、ちょうど反対側にあるんで、まあ、早速向かいましょう。こういうところにあるかもしれない。シルバーとかいるかもしれんけど、いないか、いないか。ハテナハテナハテナがワニの子使ってくるかもしれない。じゃあもう入りましょう。レッツゴー。あれ？あ、登っていく感じ？ふふふ、やってきましたでしゅね、お兄ちゃん。ここはフーちゃんが支配する恐怖の時計塔でしゅ。シザーマンやろ。もう、じゃあフーちゃんは。ここに待ち受けるコマンダーはみんなフーちゃんの息のかかった手だれの者たちですよ。すごいな、スカウトしたんや。ふーちゃんは可愛い華麗な女ポシュですから、塔のてっぺんで待ってるでしゅ。見事最上階までやってくることができたらお相手してあげるでしゅ。ルールはパン、マジか。あらかじめ用意されたパートを使って戦い、どういう感じなんだろうな。ガガンボンの妹だったのか。どうりでというわけだ、負けたんだ。10連敗。いや、これは結構心に来るだろうな。女王双葉様のしもべということになってしまったとこ。ははは、いや、そうよ。だってまだ学校も行ってないでしょ、ふーちゃん。保育園とか幼稚園でしょ。こいつはちょっと怪物になるかもしれん。かもよ、かもね。いや、でもふーちゃんの前では最強のお兄ちゃんでいたいわ。お前を疲れさせるのが俺の役割だ。もう捨て駒扱いやん、最初から。あー、シュミットね。シミットですか。ショットガン、ダルー、ホルセムは、あー、ゴライアスベーシック。でも決まってる？もしかして、もしかして決まっている？あー、もうこれ決まってるな。もうこれでいこう。ニードルガン。ウルフェンのタックルだけ見ようかな。ウルフェンは、大体スタビライザーでなんとかなるからな。困ったら。フォーミュラーか。なんだけど、空中ダッシュ1回できる。早く高い。まあ、フォーミュラー、あ、食べられない、それか。一旦、試し打ち。タックルだけ見たいな。あー、ウェーブボム。どうするのがいいんだろう。こういう感じか、やるなら。打って、打って、当て、なんか、着地した時と、ちょうど、噛み合うようにやるのが一番いいんだろうな。多分タックルしてから打つってのもあるけど、それは、ちょっと、なんていうん、もう、不意をつくぐらいの時。基本的にはそっちの方がいいかもな。よし。さあ、行くぞ。これはあれだな、完全に。貴様と同じようなやり方だから。よっしゃ。え、嘘。え、嘘でしょ。マジかよ。え、いや、最悪。やりづれ、ここ。そもそもとか。なってる。
最悪だ。全然当たらん。いやもう最悪。あぶねえ。いやこれはひどい。これはひどかったなウルフェン。喜んでるけど足短いなお前。いや引く。そうちょっとなりきりすぎ。まあ、そういうわけないんだ。本当にしもべったわけじゃねえんだ。まあ、ファッティーバイス使いそう。いつも君のばかり話ばかりしてるんだよな。好きな俺のこと。兄ちゃんのこと好きなんや。いやーマジで兄弟仲がいいってのは最高やからな。やっぱいいことやからな。ハロゲン、ハロゲン持ってねえのか。パターンジャンプが2回もできる。でバブルガン、バブルガンでトマホークボム、ハイジャンプ、上から殴ってくる感じか。はあ、はあ、さらに上に飛ぶって感じね。俺はなんか似てるなやってること。タックルはあれだよな、アタックは上に上がるやつだよね。これがやりたいことであるけど、まあ多分無理だな。もう完全回避用でアタック使うかもしれん。バブルを逃げる、バブルから逃げるためとかに使うのが一番いいかも。うわ、氷だしかも当たる。まあリトルスプリンターを使わされてるわけじゃないから、まあ問題ないか。あ、近づきゃよかったな。でも近づくと、あれなんだよな。いや、これは。一発で。嘘だ。おい。当たってる俺。さあ。近づけない。近づけないけど。何が今当たんの？今で当たんのかよ。おい、ふざけんなお前。ほら。まあ理想はこうだ。いやー。怖い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 。いやーダメか。やることはつったんだけどな、タイミングが良くなかった。なんかオッケー、いいよ。うわーマジか、返されたし。いやマジ武器の攻撃力低いとか、あいつの体力我慢値が高すぎる。腹立つ、あいつがゆっくりにじり寄ってくるアタック腹立つわマジで。よし OK。 わーい。いやみんな同じなんだなポーズは。今更やけど型によって決まってんだろうな。低いなー1万点。会場会ってこれ何千あるって書いてあった。お、見てなかったな俺。5000ぐらい。おえ早押じゃねえか。お前の妹汚いぞ。この回の番人をすればユリアの写真をくれるとか言いやがって。おい、好きじゃねえかユリアのこと。勝負だ。うお、いくぜ。取る。これでレイ2とかだったら熱いけどな。ちょっとトラップガン。地上では少し遅れて発射される7つの弾、空中ではまっすぐに飛ぶ5発の弾が飛ぶ。何それ、スナイパーガンの強化版みたいな、アッシュみたいな感じかな。で俺はレフトアークガン。あー近づいて撃てっつってるな。あらかじめポッと撃っておいてデルタボムで、デルタボムとレフトアークガンでなんとかしていくみたいな感じか。Lフォーメーション、久々だな Lフォーメーション。ちょっとトラップガンが満ちすぎるな。どんな感じ来る、予想がつかん。
まあ、とりあえず。足じゃなければよし。いや、俺が速いとかね。ナイスエール、ナイス、危ない。ベストやからこうや。こう。いいよ。はい。はい。いやー、くそ！ジャンプするべきじゃなかったよ。ジャンプだよね、今の。今ジャンプ。これジャンプ。トラップがなんか独特だな。いや、マジ？うわー、残ってるだる。あー、そういうだるさね。逆やがな、きっと。弾出てなくね？うわ、出てる。見えない。あ、どこから出てない。いや、それずるくね？待て、こら。一手当たってた。いやー、マジか。こ。いやー、無理だ。当たりきせん。はい。いつ爆発するかも分かんない。あ、でもこれありがたい。よし、いいぞ。よくない、よくない、危ない。あー、危ねえ。ちょっとこのシーンが早い。これライトにしよう。ライト、ライト。いや、くそ。レフト、斧が当たってるだけや。これどうしよう。こうか、こうだな。いや、ぶ、あー、くそ。いや、時間がね、食らってはねえけど、時間がね。今、俺、どっちでやればいいんだっけと考えると、うまくいかねえ。あ、危ねえ。オッケー。よし。オッケー、オッケー。ただ、タイムがなーい。なんじゃ、その、ディアンケトみたいな顔してた。戦い方は良かったけど、ちょっとなー。後で写真を受け取りに行くと妹へ伝えておけ。いや、まっすぐだな、ずっとこいつ。あ、え、セーブ長いのか、この、もしかしてダンジョン、ダンジョンというか時計塔。双葉ちゃんとはこの前初めてバトルをしたんだけど、うまいわね、あの子。すごく将来性があるから、私たちの仲間にしちゃおうかしら。うふふ。さあ始めるよ、準備はいい。はい。お姉さんが天国に連れてって、あ、ゲール。おい、バネッサ使ってる。怪しい少女が。怪しいってそういう怪しさな。フレームガン。クローチとストレートボム。バネッサは上に上がる系だから。うわ、ブチいる。来たー。ブチいるってパッティバイスだっけ。あー、だるいなー。なんか難しい。しかもイーグルでしょ。イーグル。いやー、俺がバネッサでイーグルガン使いたいぐらいなんですけど。あ、スタビライザーかなー。スタビライザー一番いいと思うけどな、こいつ。動けないと困るくね。それか、ワイドジャンプ。で、ワイドジャンプはなー。まあ、ワイドジャンプにするか。ワイドジャンプにして。あ。イーグルガン打ちつつみたいな、このばらまきつつ壁に隠れたいな。よしよし、行こう。スライドか、ブロックスライドステージか。はいはいはい、こっちかな。よし、マジ？あんまジャンプ。あー、フレーム良くないと思った。いた、俺も食らってるボム。いいよ、ゆっくり行こう、ゆっくり。
来た。あー俺くそ、一発目の地上フレームなんかイーグルが当たったけどな、話変わってたな今。よしよしいいよ、ほら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 、よしいいぞ、はい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 、よしよしよし大丈夫か、地面に降りれないんだよな、空中系を選んじゃうと。よしオッケー、まあ危なげないな。いやーちょっとジャンプレックじゃなかった、ハイジャンプレックだったかな、せめてワイドじゃなかった。どうせ飛ぶならそっちの方がいいな。オッケーオッケー、2万点。ここ早尾と怪しい少女で稼いでる、双葉ちゃんと同じぐらい才能があるよ。引き継いだんや、どちらかというと。あれゆりえちゃん、じゃじゃーん、ご機嫌いかが、ゆりえちゃんだよ、かわいいな。やっぱりここはふーちゃんの師匠である私が出るしかないでしょう。ふーちゃんすごいよね、さすがかがんぼんの妹だけあってセンス抜群だわ。ま、兄貴の方に才能があると妹にもセンスがあるってのは経験上分かってたからね、てへ。マモルの妹ゆりえが言うんだったら間違いないか。じゃあバトルしましょうか。またあ、私に勝てたらふーちゃんのところよ、だって。あ、言わなかった、プラネッテよ力を貸してって。多分病弱だった時の名残なんかな、力を貸してって。マルチプル、マルチプルかー。で、動きの遅いやつに向けて使う。なんじゃこいつ、ノリとハッサミいくよ。スターダ出た、スターダストガン、 V レーザーガンに次ぐ俺の苦手な武器。リンガーヘッド移動タイプか、まあ、近づいてばらまく。いやこれはねスタビライザーです。スタビライザーが優秀すぎないかい。いやちょっとため、あなんか上に、あちょっと浮くんだ。ポン、あー分かった、多分これで牽制牽制でポッと、あれなんでこいつ走ってくれないんだ、遅くね。ばらまいてボム、ばらまいてボムだな。オッケーオッケー、戦い方分かった。スターダストガン使うときはボムがメインになるだか、ちょっと B ボタンはあまり押さずに Z と A だけでとりあえずはやろう。もちろん牽制で B とか、ね、ボム打つけど、近づいてきたときはちょっとスターダストガンのレンジに入ったときはちょっとそれを意識したいね。終わった、いった、痛いって痛いってマジでやめろや、近づけ、くそ頼む、しんどい、しんどすぎる、しんどい、当たるかこれ、当たってる、わお、いやもうさゴミばらまいてる俺。ちょっと待って、あ、待って、あ、待ってくれ、腹立つ、マルチプルっせー。オッケー、いいよ、あぶねあぶね、ちょっと出が遅いんだよな、いや飛べないんだよこいつ、マルチプルのせいで。なんで負けんの俺、ふざけんな、やりたいことできんし、ほんでほんでやりたいことできん、困ったもんよ、ほい、なんでじゃ、うっうっうっ、よっしゃー、なんか買ってる、やった、そんな食らってた今、あぶねー、かっこいい、なんかすごかったけど今スティンガーしてたな今、引
39秒でそんなもんか。いやーちょっと伸びないな。今回の負けを認めましょう。さあこの上にふーちゃんが待ってるよ、早く行きなさい。いやマジ1戦目2戦目低たらくぶり見せちゃったせいでやっちゃった。来ましたねお兄ちゃん、最上階ようこそです。怖くない？こんな高いとこいて。お兄ちゃん、ふーちゃんいつまでもちっちゃい子供だと思ってましたね。子供は成長するものですよ。これは俺もだ。すぐに大きく強くなっちゃうのです。パーミル使いの双葉は今やコマンダーガガンボウに追いつこうとしてます。それでは行くでし、バトルでし。はい、ずるいぞ自分の使いたいコマンダーってかロボ使えるの。ふーちゃん出撃しまーし。パーミル似てんだよな、マジふーちゃんなんだよなパーミル。この何、髪を束ねてる位置が違うだけで。ファングガン、地上では山なりに空中ではまっすぐに。ベッタ当たるくんじゃねえか。ああコックローチ使って爆弾当たったところにみたいな感じか。俺はどれ、うーわー V レーザー。あーレイツー使いのガガンボンってことね。ふーちゃんちょっと粋なことするけど V レーザー無理よ。勝利の V じゃないから、マジでビクトリーの V じゃないよこれは。マジかよ、ボムとスピードポットでけんやって全部牽制に使って当たったらジャンプ打ちよな。だからうわーハイジャンプとか使えないな、ショートバーニアかな。ベーシックステージ V2、 うわー一番最初のステージだ、きつい。もう V レーザーだけできついんだって。やべえこれめっちゃ負けそう。まあ、パーミルだから、V レーザー当たりやすいっちゃ当たりやすいのはいいんやけど。走り回るからね。俺どっち？うわぁ、パーミル。当たらんじゃん。それジャンプ、そういう時ジャンプ。届かん、意外と当たらん。オッケー、壁に隠れる、壁に隠れて、あ、当たった、なんか当たってる。さあ、あれ一発で当たれば。あんまジャンプ使えないからな、立ちるんだけど一発で当たればな。うわすげえやばい、おーこいつ、双葉ほら双葉、全然弾見えねえと思ったら相当やばなんだな。うわおい、オッケー、危ねえ。うわぁ、ちょっと、ファングガン、ちょっと、びっくりしたな、今。フィンファンネルみたいなやつが、超上空から降ってきてた。それ当てずれえわ。うわ、引く？これ、銅じゃない？言っても。銅トロフィーか、関の山？あー、やっぱそんなもんか。ハロゲンと、トラップガン、ファングガン。ファングガンでもおもろかったなぁ、使われて思ったけど。これは確かリトルスプリンターとか、地上で主に戦う、ロボは強いね。また負けちゃったでしゅ。お兄ちゃんどうしてそんなに強いんでしゅか？ふーちゃんわかんないでしゅ。わからん。こういう日はママにホットケーキ作ってもらって、ハグハグ食べて寝るでしゅね。俺もハグハグ食べて寝るでしゅ。食べたい、あ、ほんと、あれ？みんないる。なんでジローの横に座ってんだ？俺が座る場所はねえ！ママさん、これベーキングパウダーが違うでしょ。なんだよ、ベーキングパウダーって。お前そんなことも知らないのかよ。ふくらし、この、ふくらし子
懐かしい言い方。これを入れるとケーキがふっくらと焼けるのよ。いや、ポイントはやっぱり卵をふんだんに使うことだと思うよ。まず俺が家に入ってからだろ。卵はコレステロールが溜まって体に良くないだろ。最近の研究ではそんなことはないって話だぜ。この時期なんや、卵がどうちゃらこうちゃら、食いすぎ厳禁みたいな。あったよな、なんか卵は1日1個にしようねみたいなことで、なんか俺の家ではそうなってたよ。なるべく卵は食べないようにしようみたいな。1日でな。普通に健康な人が卵を1日1個しか食べるのは体にいいんだよ。卵にはタンパク質やビタミンが豊富に含まれてるしな。コレステロールって何？あー、太平の一番嫌いなものだよ。人の体の中にある物質で、これが多すぎても少なすぎても体に良くないんだ。ジロー、あんたなんでそんなことに、いろいろ詳しいのよ。武者修行にしっかりした健康管理は当たり前のことだろ。ただの風来坊バカじゃないんだね。お前、俺は何だと思ってた。俺なんかすげえ寂しくない？ついに七瀬お姉ちゃんまでうちに着くようになっちゃったでしゅ。ふーちゃんち風来坊たまり場になってるでしゅ。あれ、ゆりえもいる。はい、ママ、バター買ってきました。なんでだよ。もうゆりえの友達じゃん、お前ら。俺の友達じゃないの。ありがとうね、ゆりえちゃん。これでおかわりしても大丈夫よ、みんな。ファングガーみたいな髪型してるな、ママ。ひゃっほーい。ゲンタ初めて喋った。まだまだいけるよ、僕。おい。ガガンボ、何そんなとこに突っ立ってるのよ。邪魔でしょ。悲しすぎる。あ、ママ、ガガンボン、今日はお友達に家中のホットケーキ食べられちゃってごめんね。ほらもう、なんかふてくされて寝れてないやん。ふて寝もできてないよ。明日の朝もう一度ホットケーキを作りましょう、ガガンボンのために。ママ、早起きして材料買っておくわね。うふふ。そんな朝早くから空いてることあんの？むにゃむにゃ。ふーちゃんきっと花を咲かせましゅ。負けてらんねえな。じゃあ、キリいいし、セーブできるんでね。ここで終わろうか。双葉にはまだまだ、兄の威厳を見せつけないといけないってことね。勝ててよかったわ。トロフィーはどうだったけどね。はい、じゃあ今回終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。バイバイ。